動画島の海岸、中央に三四郎島。動画島とは静岡県加茂郡西伊豆町にある景勝地。その景色の美しさから伊豆の松島とも称えられる。軽石業海岸の断崖と動画島温泉のホテル群。伊豆半島が海底火山だった時代の噴火に伴う推定土石流とその上に降り積もった軽石、火山埋葬が見られ、 この白い地層が波によって削られ、断崖となり、道賀島の特徴的な景観を作った。天窓道会食堂の天井が崩れて、穴が開いたのが天窓堂である。天窓の周囲には遊歩道があり上から穴を眺められる。また、遊覧船で海から洞窟内に入ることもできる。1935年に国の天然記念物に指定された、干潮時の三四郎左が、 増島、右が、陸地側。三四郎島は、増島、中野島、沖の瀬島、高島の4つからなる島の総称。もしくは増島、中野島、高島の3つからなる島の総称。駿河湾上、伊豆半島の沖合200メートルほどのところにある。環潮時には一番伊豆半島に近い増島まで、幅30メートルほどの瀬が現れ。 大潮の時の干潮時にはサスができるため歩いて渡ることができる。このサスを地元住民は瀬浜と呼ぶ。三四郎島の名は源頼朝の家臣、伊豆の三四郎にちなむ。また彼と町の娘、小雪との比例伝説が残っている。青の洞窟巡り遊覧船や、香山雄遊ミュージアムなどがある。三四郎島の資金には、道賀島温泉の宿泊施設が集まる。 静岡大学教育学部総合科学教室、小山正人研究室伊豆の大地の物語伊豆新聞、連載記事、浅井賢治、道と道がわかる時点日本実業出版社、2001年11月10日、初版、172ページ。ISBN4 から534から03315、X。三四郎党、瀬浜西伊豆町三四郎党に関するカテゴリー。 中の島に関するカテゴリー、増島に関するカテゴリー、高島に関するカテゴリー、ありがとうございます。